クローパーチの人たちがここのことを話してた。アードセルビー、森の貴婦人たちの住む地。村人は恐れて近寄らない。森の貴婦人たちは子供を脅すための作り話だと男爵は言ってたけど、そういえば彼はどうしてるかしら。男爵は妻を見つけてどこかへ連れて行った。アンナは病気でね。そうだったんだ。本当にここでイムレリスを見つけられるのか。アバラクから聞いたの。この世界にはアインエレのエルフと交流がある存在がたくさんいる。ベレンではヨーバがそうらしい。イムレリスはエレディンの命令でヨーバたちにベレン周辺を警戒するように伝えに来たらしいの。アバラクがベレンの隠れ家に来るかもしれないからね。あの耳の数からするに命令には忠実だな。イムレリスはまだいると思うか。彼は俗な楽しみに目がないの。ワインとか女とか。ヨーバたちはきっと盛大に歓迎するだろうから素通りするはずない。魔女の集会のためにハゲ山にいるはず。ここに詳しいのか。昔ここはドルイドたちの聖地だったの。でもヨーバたちが来てベレンのドルイド会を滅ぼして山頂の聖なるカシノキを怪我した。年に一度共演が開かれるの。その集まりは魔女の集会って言って村人全員が出席するの。ヨーバに招かれてイムレリスも来るはずよ。物知りだな。アバラクはいい先生なの。終わらせよう。山頂まで行きましょう。イムレリスはそこにいるはず。ベレンの人たちはこの夜のことを恵みの宴と呼んでる。理由は分からないけど。アバラクはイムレリスの弱点はうぬぼれだって言ってた。うぬぼれ？自分の凄さを見せつけたがるって。もう一人のカランシールは秘密主義で植物的だそうよ。アバラクの弟子なんだから当たり前よね。撃つか。ダメだ。白き者は貴婦人たちに仕えている。構わん。でも宴席のために来たのなら追い払ってはならん。祭りに参加するわけじゃない。山の頂上へ行きたいんだ。門は閉じている。通ることはできん。あっちに火と食べ物と飲み物がたくさんある。一緒にどうだ。もしかしたら今年は貴婦人たちが降りてきてお目にかかれるかもしれんぞ。ありがたい言葉だ。喜んでご一緒しよう。いいだろう。本気なの？こちらへ。門だが通ることはできないと言ったな。貴婦人に会えるのは選ばれし者だけだ。毎年3人の若い男女が山を登ることになっている。その若い男女ってもう戻ってこないんでしょ。いや戻ってくる。だがベレンにとどまる者は稀だ。大抵広い世界に運試しに出かける。貴婦人たちが来るのか。お気に召せばな。父が話してくれた。一度あの方たちが降りてきて火から火へと歩き回り皆の願いや不平を聞いたと。だから毎年またあの方たちが姿を現すのを待っているんだ。ではもう長く来ていないんだな。待ってるだけじゃダメってことね。ああ頂上を目指そう。これは何のための宴席だ。よそ者が何で知りたいんだ。怒っても仕方ない。白き者は貴婦人たちに仕えたと聞いている。我々はあの方たちに一年中貢ぎ物をするが年に一夜その返礼として祝福をくださる。ヨーバへの貢ぎ物にあった。すすり泣きながら死ぬほど怯えてる8歳ぐらいのね。落ち着け。なぜヨーバどもは子供たちを欲しがる。
知らないし尋ねることもない。知らないの？なら教えてあげましょう。自分のこの腹さえ満足に満たしてやれん農民が繊細孤児に何をしてやれってんだ。よそ者の法でこの土地のものを裁くでない。貴婦人たちの祝福とは何だ？我々の生きる糧だ。太陽の下で汗を流して働く夏、恵みの雨が降る秋、全てが死に絶える冬、そして世界が再び生き返る春を待つ。我々の血と汗でカシの木はどんぐりを実らせる。時には少し、時にはたくさんのな。どんぐりをどうするんだ？ベレンの長老たちが集まり会議を開く。どんぐりをすりつぶして畑にまき、豊作を願おうというものや、物知り女に渡して代わりに薬をもらおうというものもいる。ベレンのみんなに一握りの魔法のどんぐりで足りるの？足りたことなどない。その話はもういい。他に質問がある。急いでてね。貴婦人たちに会いたいのだな。気持ちはわかる。会いたくて仕方ないの。行こう、ゲラルト。夜明けまでに着かないと。テントにいるセクラに会うといい。貴婦人たちに会うものを選ぶのはあのばあさんだ。どんな怪物が人間の殻をかぶってこの世界に潜り込んでいるかわかりますし、私たちは誰もがその殻をかぶって生きているんだから。お情け深い優しい貴婦人さん。孫が元気でいられますよ。見て、子供よ。いや、ゴドリングだ。彼は知ってる。ジョニーだ。なんてこった！戻ってきたのか？探してた女の子も見つかったんだな！ジョニーだ。前も会ったけど、一方的だったしな。こっちに背を向けて走ってる姿を見ただけだ。ちなみにその時、俺は朝の楽しみよ。いや、話せば長くなる。私はシリよ。はじめまして。元気か、ジョニー。健康そのものだし、まあまあかな。今日はどうしたんだ？ここで何をしてるんだ？妖婆たちとは仲違いしてたはずだよな。招待を受けたんだ。いつもと同じ、断ってはいけない招待よね。妖婆は俺の存在を許して、魔女の集会に出席させるのがお望みらしい。だからここで適当に過ごして、夜明けとともに帰ろうと思って。そっちは何しに？山頂まで行きたい。どうすればいい？やめておけと言いたいが、どうせ無駄なんだろ？この子もお前と同じぐらい頑固そうだもんな。私が上かも。よくわかった。山頂への道はあそこの門が入り口さ。でも門の鍵はセクラばあさんしか持ってない。鍵は絶対に手に入らないし、諦めて戻った方がいいぞ。どうして鍵が手に入らないと？はあ、子供よりひどい質問攻めだな。山頂まで行けるのは3人だけ。しかも頑丈な若い男と綺麗な乙女だけだ。鍵を受け取って門を開けて貴婦人たちに会いに行く。私なら行けそうね。おっさんはダメだ。いいとこなんてないだろ。失われた声は見つけられるぞ。なら理性の声を取り戻すんだな。引き返せって言ってるぞ。貴婦人たちはごまかせない。イムレリスというエルフを探してる。妖婆に招かれたかもしれない。甲冑を着込んだ大男か。そいつなら今頃は無事山頂に着いてるな。見たの？最初は沼地で見かけた。凍った水の上を馬で進んでいった。それから昨日だ、この道を登っていったよ。なんで探してるんだ？友達を殺されたの。復讐なんてやめときな。あいつの前なら貴婦人たちも頭を下げそうだ。頂上まで行きたい。それだけだ。セクラを説得するしかないな。目が見えないが、ごまかすことはできないぞ。簡単にはいかなそうね。ばあさんはあっちだ。テントの中にいる。月があればまた会えるかもな。そう願うよ。袋を頬を赤い
お腹いっぱいになれるのこの世の中だ。晴れてきた。誰だい。さあこっちへおいで。もっと近くに。どんな子だね。腰が細く目が輝いてる美しい少女です。男は知ってるのかい。答えなくていい。もう分かった。あんたは選ばれた。今夜貴婦人たちに会えるよ。この子は行くと言うなら俺も一緒だ。子猫ちゃんは何を連れてきたんだい。白髪で筋張った男、蛇のような目、傷跡があります。あらまあ、古き血と死肉の匂いがするよ。年老いて勢力もなさそうだ。あんたはダメだ。女の子を一人で行かせな。どういうことだ。なぜこの子が選ばれた。教えな。毎年三人の選ばれし者が貴婦人たちに会える。その光栄に良くした後は。戻った者たちは過去を語らなくなり、新しい人生を生きるようになるわ。今夜選ばれたのはこの娘だけじゃない。でももう月が高く昇ったから、この子が最後でしょう。一緒に行く。熱い男だね。どんな風だい。決心は固いようです。少女を愛していることを隠したがっています。勘違いだったかね。まだ勢力も残ってそうだ。古の慣習に従ってお前を選ぶこともできる。でも試練に打ち勝ってからだ。どんな試練だ。教えな。お前は洞窟に入り、地下の湖に潜らなければならない。何が試練なの。水は深く、とても濁っている。その試練を受けよう。こっちだよ。これをご覧。昔のコインだ。裏側にファルカが焼き付けてあるから、反逆者のオレンと呼ばれてる。さあコインを取っておいで。遅くて心配したのか。戻ってきた。何の用。気になるな。
山頂には何があるんだ。教えな。貴婦人がお住まいよ。でも会えるのは選ばれし者だけ。俺が知りたいのはそれだけしか知らない。湖に放り込まれたコインだ。ヘドロの匂いがするね。仕方ないだろう。それで約束は守ってくれるんだろうな。もちろんさ。中にいる門番にそのコインを見せなさい。そうすればわかる。マリカが門を開けてくれるでしょう。さあ行きなさい。簡単だったね。門を開けて。洞窟で水に潜ってないから言えるんだ。文句言わないで。ウィッチャーが潜るにしては綺麗な水だったでしょ。そうだな。ズーグルを追ってた時に比べれば。そっちは？まあ、今の名前なんてどうでもいい。山頂で新たな名を授かるんだからな。通りな。お前は？この上に用がある。ここを通らせろ。命令するつもりか？人間が俺に？試練に成功した。これが証拠だ。わかるか？反逆者のオレンか。死の宣告だ。時間がない。私はイムレリスを追うから妖婆たちをお願い。アバラクによると妖婆は歌手の根の中に住んでるって。ダメだ。俺がイムレリスを追う。じゃあ公平に決めましょう。じゃんけんよ。ああもうもう一回。いや、俺が山に登る。お前は妖婆と戦え。つまんない。奴らは本当に危険だぞ。気をつけろ。そっちもね。